ジョディからいいね、肥料ゲット、高品質。もう鶏はみんなマックスだね。やったー。え、どうしたの、遊んでくれないだと。誰か別のやつと遊んでるのが夜のお遊びか。お、今日はシェーンの誕生日か。やべえな、最近プレゼント無双しちゃってるから。うん、あー、やっちまったー。せっかく大幅に上げる機会なのに。ということでカレンダーは気をつけましょうと。くそーあ、でも誕生日だったら無理やり上げることできる？できなそうだな。一応行ってみよう。しまった、小石持ってるんだけど一つ開けてもらう金すらねえ。お、いたいた、バイト戦士、誕生日おめでとう。あ、誕生日プレゼントは別枠なんだ、よかった。誕生日覚えててくれた、嬉しいね、ありがとう。寿司好きだっけ、どうだっけいくつ上がったかな。シェーン、お、一つ上がったね、まる剣とは仕方ないとして。ちなみにドワーフは翻訳のあれ全巻を一度ぶつけてからじゃないと好感度上げはできないようで。おお、ここがマックスになると大になるんだね星だろっていう。でもパッと見さ、これ大に見えるよね。いやー、大になったぜヒロシかもしれない。おお、こんなところで遊んでるんだ。ここで見かけるのは珍しいね。俺がたまたまこの時間にここに、あまり来ていなかっただけだけど。ハッシュドポテト、うん、覚えてますか。何、続き、ボリュームたっぷりの完璧な朝食を作るために他のものとの組み合わせ。へえ、料理から料理ってことなの。コンプリートブレックファースト、へえ、なんか朝食そういう朝食系を2つ組み合わせるとか、そういう系なのかな。ててててて、とこの黒くなってるところはまだゲットしてないやつ。こう見ると結構レシピは、うん、多いね。これか、朝食セット、へえ、目玉焼き、牛乳、ハッシュドポテト、パンケーキ、世界の始まりこの下のコメントがね、なかなかいい感じですね。今日のお手紙、お、エッグプラントファーム、ルイスからの、これ作ってみなよと。お、クッキーだ、イブリンから、ありがとうよ、おばあちゃん。さらに、お、今日は手紙がいっぱい、クエスト、ピエールから、お知らせ、刺身を持ってきてくれたものにトップコインを支払うでしょう。どうしても彼はそれが欲しいようです。持っていこう、刺身ならいくらでもあるぜ。ココナッツ、ココナッツ、フグは入れた、化身のミーマフィン、これは料理かな、すごい色してんな。あ、ナマズまだゲットしてないんで、お店に入れるやつであるんだよな。サンドフィッシュはこの前入れた、うんうん。あ、ナマズ買っちゃおうかな。どこで手に入れなきゃかな。ウィキとかを見て逐一やってるけども、あとこれ入れりゃ、ここは足りないのがナマズ1個いけるね。チョウザメ、夏にやろう。でここがウッドスキップ、ウッドスキップね、この先のここの池でシークレットフォレストの池にあるって書いてあったから、釣れるって書いてあったから、多分ここでしょう。ここの池すごい何かありげだもんね。いるかな、ボコボコってしてたらそこに突っ込みたいけども。この石んとことか怪しくない多分関係ないけど。じゃあちょっとね、今日時間もったいないし、これをつけて、ただ釣るのが難しい系だったらもうちょっとレベル上げないとだけどね。来い流木、うん、もうちょっと腰を据えてじっくりやらないとだな。ヘイウィザード、デイヤモンドだぜ。2000円ぐらいくれよ。お、2250円、やったぜ。
なんだ今のメッセージは、もうあげたでしょみたいな出たけども、ちゃんとうんありがとうってなったけども何か判定がおかしいことになったのか。さあ日曜日なんで、またみんなにプレゼント無双ができるぜ。持ってきたぜピエール。やっと来た。震えが起き出してたんだ。これがあまりにも美味しすぎて、ああこれはいい。ありがとうカーダ言ってやがるこいつお、すごい刺身でトップコインまあいっぱいお金をくれるっていう意味なんだろうけども、なかなかいいですね。ここで特別な魚でなく川の魚のナマズと、は5円かける30。まあまあ、あと少しで見えてきたね。待ち構えて、あちゃ、うわーカーダ何、はいじゃがいもありがとう、これ好きなんだ。動じないなお、できたできた、ふーんそしてこれだと似た感じになっちゃうかな、こっちかよ。色が違う感じだね。いやー余計になんかどんどん悪くなってるな部屋が。冒険に出る時の秘訣をどうぞ。武器の必殺技、まさか振って溜めているとプルルルって言って回転切りができるか。剣はブロックできて、あれでしょ、右クリのことかな、ブロックとても便利ですと。コンボは地面を叩いて、へえそんなことできたんだシャシャシャっていう、あ確かやったことあるな、特に使ってないけどな、普通に振るので十分と思ってしまう。ついお、ケントからクリスピーバス、本当はねちゃんとここはこの作物の列とかみたいに作りたいんだけど、なんかね慣れなくてついうっかり9個とかで買っちゃって余っちゃってってな感じで配置をねミスることが多いんですよ。で余ったのをいいやここに適当に突っ込んどけってやっちゃうから、ついついこういう目が合うっていうね。おやジョディのイベント、ジョディ気をつけて後ろから魔物が。どうした火がつかないの。あらカーダ、ちょうど今ポップコーンを作ってたの、あれかなフライパンみたいな形のやつで何してんのケント、うわー、あ銃撃の音だと思ったのか、その音さっきの顔よ、その音は戦争のことを思い出してしまうって君には分かってるはずだろう、なんて野郎だはあ血にまみれた塹壕の中で俺は大切な友人たちをたくさん失ったんだ。でもあなた戦地に行く前ポップコーンはいつもあなたのお気に入りだったわ。トラウマなんてもう食えないのか。変わってしまったんだ、だってもうね目が人殺しの目になってるよなんて声かけてあげよう。ジョーディーの落ち度だね、彼女は分かっていたはずなのに、へーってあなたの心の傷は分かるよ、でもあなたの妻に罪はないよ。ポップコーンお願いしたのは自分なんだ、なんかこういうなんだろうカパウなんて言うんだ、そういう気遣いやジョークとかそういう系はねケント通用しない気がするから、これにしてみよう。サトス、お分かってくれたかな。シュン、ああお前が正しいってのは分かるんだがだ、すまなかったハニー、ポップコーンの弾ける音で俺が動揺してしまうことを君が知る由もなかった。分かったわ、あなた、あなたが辛い思いをするのはこれで最後にしたい、私はあなたが立ち直れるよう全力を尽くすわ。あ、じゃあそのポップコーンもらっていいですかってな感じで、今多分仲直りセックス中、あいた多分、あ、これいいのか。ジョディはジョディもマックスとパムジョディ、魔術師もマックスっていうな
君が家族ぐるみの友人となって俺は嬉しい。お、少しいい感じになってきたね。さっきの俺の振る舞いについては謝罪する。なるほど、いいから、ほらほら、B、ちょっと出かけてこよ。なんで、これから家の中で。いいからいいから、出かけるよそういう優しさダメかな。うなぎ、うわすげえ。お前んち何なの おお、これはこれはこのこの引っ張る感じ、こいつはウッドスキップ。来ましたね。お、フィッシングレベルアップ。ウォームビーン、そして作れる、うんうん、ものが増えましたと。これらが自分で作れるようになったと。やべえ、サーモンベリーのワインクッソ安いんだけどまずいんだろうな。フラワーダンスか、明日誰と踊るのかな。多分一番好感度の高い結婚相手ね。それさ、男にならない？大丈夫？やべえな、女の子たち低くはないんだけど、すごくね上の方と比べるとって感じだから。でもなんか衣装着て踊ってたの女の子だから、多分女の子とやれるでしょう。明日必ず来いよっていう花祭りのやつね。花キューピッド。お、ニューチキンが。どうしよっかな、考えてなかったんだよな。やっぱり2席目の天竜ちゃんにしておこうかな。で、増えてきたら、うん全部4に、まあできればの話だけども。ということで、じゃあ天竜ちゃんにしましょう。まあ元のやつだってね、何席でも持てるからね。天竜ちゃん闇落ちかな、それとも深海の方かなダイヤモンドお届けに上がりました。これで2250、みんな一緒かな。うまいうまい。はい、マジか、おじいちゃん大丈夫？ちょっとおばあちゃんばっかりどのくらい時間が残されとるんじゃ。へー、なんかすごい現場に立ち会っちゃった。あと、日にちがないから買うもの考えとかないとね。やったーほんとなーこの5本指よ。お金を貯めてさ、ここ先にやろうか。1万、2万5千。お、平井心だ。で、ここバスの修理だから、新たな場所に行くのにね、早めにやっといた方がいいかもしれんかったな。フラワーダンスか。どうしよう、この格好で行って大丈夫かな。おめかししとこうかな。ウィザードタワーで変身してから行こうかなと思ったけども、森を通らなくちゃいけないからね。なんでここ通れるようになってんだ、気のせいそれともいつの間にかもうそういうことになってたのか。森だからなのか。ここはこのイベントの時だけ？もう去年のことだから覚えてないな。で、お金が乏しい。これだけ買っとく？レアかかし。コレクションに家具はないから別にいいかな。ぬいぐるみになりたい。かかしが欲しかったな。いや、なんだい？なんでもない。なに？なんでもない。不安にさせる。そういえば、幸せなことだけ考えるんだけど、幸せなことだけ幸せ幸せ、ハッピーハッピー、俺ハッピーと。なるほどね。
今日は踊るつもりなの？まさかその風手で踊る気あんの？みたいな。誰と踊る？一応高いのだとペニーだけども、去年断られたのはヘイリー男衆は論外な。ちょっとジャスなんで僕はフラワークイーンになれないの？余計なもんがついてるからだよ。マーニーさん踊れば？村長と。いやヘイリー、なんだい男衆だったらなんか確実そうなんだけどな。ビールに耐えんとか言いながら来てると、肩の背をやってるんだよね、イブリンおばあちゃんは。生かしたソースごっくんってな感じで、去年の今頃だとね、まだ村に馴染めてなくて、このイベントもなんとなくで参加してたぐらいだけど、今となってはね、よりどり緑というか赤いゼリー。よし、じゃあアビー、何、俺と踊ってくれないか？シャルイダンス、あなたは私にダンスのパートナーになってほしいのかな？いいわよ、ぜひ。よし、じゃあセバス、お前もみんな一緒に踊ろうぜ、輪になって踊ろうぜで、これでもう行くかい？5年維持してきたフラワークイーン、へえ、そうだったんだ。じゃあヘイリーと踊った方が、なんだろう優勝できる確率は上がるのか。まあよしとしよう。さてそろそろ始めましょう。魔物のダンスを、魔界のダンスを見せてやるこっちの方がすごかった。あー、いいなー、やっぱアバター変えてあるといいね。獣ダンス、いいね。うちらもアンコウ踊り踊ろうぜ。俺が先行しているこいつらなんだ、作業服かなんかの服なんだろうけど、これさ、ダンスパートナー男を選ぶとさ、俺こっち側来るのすごく気にはなるんだけども。はい、で俺はクイーンになれたのかいそこが気になるんだが。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。